影丸の方、え、どうなんだろうな。リーズのどっちかか、まあ、弁当かなって感じするけど。ああ、そんぐらい直近なんじゃん。で、インさんとアルマの言ってることがほんまなんやったら。よし。じゃあ、次行きますね。お願いします。はい。ありがとうございます。マットメイトです。よろしくお願いします。頑張ります。遠いて。いやでもゴミ箱あれ。ゴミやな。アルメタ。リンじゃねえわ。いずれリンさんに見えちゃう。すごい。ナイス。ナイス。はい、ありがとうございます。トータスさんって今動けてました？はい。ああ、じゃあよかったです。なんか壁すり抜けてるように見えたんで。ああ、それは大丈夫でした。あ、癖。はい、ああ、癖です。癖なんですね。アーカイブ、貨物、アーカイブ、貨物、アーカイブ、貨物。バカが！もういいよ。一直線で行こう。パン。ああ。頼むよ。頼む、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 ナイス。ナイス。はい、ありがとうございます。お、なんだ。なんか見た。いや、ダウンロード阻まれててかわいそうだなと思って。ああ、まあまあ、アマンさんもやってないとそういう感じになるよね。ああ、そういうことか。そうそう。にわかか、にわか。教えてください先生。なんで2票入れられてるんですか、アマン先生。これはアマンさんいっぱいやったら入れられるんですか。あぶねー。マゲマクルーだ。知らんけど。緑。無理だなぁ、このターン行くの。ヌーンがな、右にやりゃいけんな。パルーンという過程で。いやー、動きたくねえな、でも危ねえか。おぉ、神棒。ダウンロードしとんねん。あ、アマセペテそういう感情になるんですね。ダウンロードしとんねん今。僕はもう終わりましたよ、ダウンロードから。僕も終わりましたよ。今ダウンロードしとるね。ちくしゃ。申し上げたい。俺は申し上げたいな。いや、さすがにボタンいくか。するよ。今ダウンロードしとんねん。遅いな。遅い遅い遅い。そういうとこじゃねえよ。これは。あ、ボタンです、これは。あ、ボタンか。どっちも見てないな。どっかで見たっけな。左では見てないですけど。え、そうなの。え。ちょっと右も見てない下のあれじゃ見てないよ、右。あれ分け洗いますアーカイブラウンジで見てない。貨物のダウンロードまでっていうけど。キッチン分け、畑さこはメタちゃんです。はい、ほんと合ってます。見てないです、他。宿舎さん分け。貨物分け、何人かおったはず。トータスさん。あ、そうですね、3人です。トータスさんちょっと下降りて、僕上行って、うん、リンさんはとどまってたけど、僕がアーカイブで助けてたら、右のダウンロードやってました。アーカイブあるねろ。はい。エンジン。半分だったから、すいません、ちょっと覚えてない、一緒にいた人。出た時には一人だった気がする。え、アーカイブある？ああ、たわきか。メインは？いないんじゃないですか？いない。うん。うん。さん、貨物から通信室か、コミサボまで来たんですよ。ああ、もう無限にエレキをやりたくて、エレキを終わらして、そこで赤目田さんに会って、で、567って下げた後に上上がって、メインで写真取り出したあたりで米沢になったから走った。その最中にしたいです。あったのは赤目田さんだけ、エレキで。自立です。トータスさんがメイン上がって、
コミュも多分自立っぽい、時間的に違和感はないです。一応ね、え、これって死人ないんですか、二人とも。ない。なし。困ったな。困ったな。一応ね、バイタル貨物まではしたいないです。あ、貨物右下とかだったらわかんないですけど。赤メタが一応通ってる限りではしたいはないし。多分、誰ともすれ違ってない。多分一人で証明してもね、あんまり意味ないと思うから、死体隠しが多分起こってるから。うんうん、アーカイブとラウンジはアルリン影丸が通ってるから、うん、ここはほぼない。宿舎メインエンジンあたりか、脇。うん、ありえんのは。そうね、そっちっぽい。メイン右の除染の前のとこまでは行けてるけど、そこまでは下になかったです。シャワー右とかは分かんない。金庫、宿舎、ミーティング、全部あのタスクもやってるんですけど、そこには下になかった。ダウンロードとか分かんない。ネロちゃん、金庫寄ってない？金庫寄ってるよ。せやね。うん。これはアップロードのフリー。いきまーす。ナイバ。はい、ありがとうございます。多分宿舎あたりの話も大事になってくると思うんで、宿舎脇き、金庫入る、ダウンロード、真ん中磨き、で、出ていくときにネロちゃんが入ってきた、うん。で、その後に上、ミーティング登って、配線、カードタスク、で、机の上。で、ネロちゃんが下からボタンを押すのを見てる。うん。水さんの後追っかけてる感じにはなるけど、でもね、俺。ミーティングの奥とかやったら切れるかな。そう、俺アーカイブから言ってるから、後半、まあ、15秒ぐらいなんだよね、その宿舎。金庫、ミーティングって上がって僕のタスクやってボタンだから、うん、宿舎金庫でタスクやってるって言ってたから、あ、やってないやってない、ミーティング、ごめん、ミーティングでタスクを奥のやつやって、だから金庫出るタイミングとミーティングの奥で伊豆さんを見てるって感じだから、後半10秒とか15秒ぐらいだったら伊豆さん無理かなと思う。え、ネロちゃん金庫ではタスクやってないの？金庫でやってるよ、磨いてるだけ、あれを、あ、ダイヤを、うん、ネロちゃんってそのアーカイブ脇から下からぐるっていって、うん、その金庫のタスクまで何にもやってないってこと？うん、いや、メインの勝ちだけやってる。あのね、右側に今回結構湧いてて、左側のタスクは全然終わってないから、うん、あと配線と、番号入れて、ボタン。まあ、あと、秋風さんもエンジンで湧いてて、どういう経路で通信室できたのか。エンジンメインで最後、そのまま通信室なんで、ほとんど真ん中移動してただけだね。エンジンメイン、エンジン。エンジンメイン、通信室でも誰もあってです。メインで2つタスクやって、多分ネロちゃんにはあったかな。めっちゃ序盤やりました。あ、暗室入って入れたのと、右の配線やってます、除染室の中の。経路が短すぎる。俺がエレキ終わりで暗室入ってメインからエンジンで旗屋にあまで行ってるから、まあ、で最後に通信室まで行って通信室の中の人たちが出てきたとこまでで終わりです。まあでも左側っぽいけどなって思っちゃうんだよな。そうなると左側っぽいし、ね。さんはどこまで行けてます、うん？私はエレクのあのぐるんぐるんって回すんだから8番が最終地です。え、メインの2個以外タスクやってないですか、木勝さんと？あれ、いや、あんま覚えてない。シャワーまで入ったのかどうかちょっと微妙かもしれないです。あのターンキッチン弁当武器庫下のタスクエンジン配線やって、米さんを直すまではやってますよ。シャワーの下半分より先には絶対行ってないです。ネロ秋風って合ってます？これ誰入れてます？一番最初の方俺入れてる。経路短い。片坂さん、うん、頭もある。はい、ありがとうございます。なんか票を入れてるメンバー的に釣っちゃってもいいのかなーって、印象的に。あの、一応言っとくと、シャワーの下半分のタオル拾ってあったんで、多分シャワーで入ってます。だとしても短いです。うん、エンジンメイン、シャワーの下半分のタオルだけ拾ったとしても短いと思う。うん。これが貨物で湧いて、エレキの567上げて、あ、下げて。シャワーの中でコミュが来て行ったって感じで、それ以上本当になんもないんで、全然釣ってもらってもいいんですけど。うんうん、これ3目線で誰がインポスター候補になりますか？
結局想定位置両方出てないんですよね。うん、まあ、左っぽいかなと思ってる。俺大移動してる自覚あるんですけど、うん、アーカイブメイン下の方かなと思って聞いてたんですけど、さっきの話。ああ、まあ、下は全然ありそうですね。うん、下はある、ね、で相手側下とかだったら、うん、リンさんとかになるのかな。うん、あ、コミサボ直したのは誰だったんでしたっけ。はい、あとあさこくん。あさこ、あたさことオタスが2人で出てきたのは見てます。うん、なんかリンさん単体で疑うってよりかはその2人を疑わないのかなと思っちゃいましたね、今までの会話的に。うん、別にそうでもないんであればあれですけど、なんかまあ湧いてる位置想定が割とメインっぽいので、さっきの聞いてると誰も見てないメインだったら。でも秋風さんか俺が合いません、うん、あー確かに。まあエレキそこ下っちゃったら分かんないですけど、っていう、うん、てかどっちにしろ下方向だと思ってたんで、さっきの聞いてたら、まあ、実視点あってないから下って感じなんですけど、うん、うん、言えることなさそうだけど。なんかメタちゃんと俺とトータスさんの中にインポスターいるくらいの感じになりそう。下側で。あ、光さん視点だと。あ、その視点ね。ないですもんね、うん、だって、うん。うん。全然下にあると思いますけどね。うん、はい、探すムーブと称しましょう。してくれたのが影丸さんで、で多分コックピットの方か武器庫の方に行ってるのかな。エンジンに来てないような気がしましたけど、どうだろう。マジ影丸の方、え、どうなんだろうな。リーズのどっちかか、まあ弁当かなって感じするけど。ああ、そんぐらい直近なんじゃん。いや、もうだって、はい、影丸が直してるのを見て、あ、いや、てか、リンさんはないな。治った直後にエンジンに入ってきてるから。赤メタさんとトータスさんってお互い白取れますか？宿舎前で見てますけど。停電明け直後から、昇降機右からほぼミーティングまで並走した記憶がございます。うん。はい。だから弾きたい。だから私もそこが弾けるかなと思って今聞きました。うん、ちょっと待って、停電をリアクターに入れろ。リンさんとアルマさんの、アルマの言ってることがほんまなんやったら、僕最後、はい、コミサボ通路前に入って、扉閉められて全方向を塞いでる状態で終了。やから、アルリンが言ってることがほんまやったらアルリンは弾けるから、で、リンさんからトータスアカメと弾けるから、はい、初強でネロちゃん。ん？で、合ってるかない？コックピットでベント切れたと。そうそう、ぐらいしかない。トータスアカメとか二陣外。いや、でもボタン押してるから無理でしょ、距離的に。うん。で、リン、アルマがコミサボ通路からこっちに出てくるというか、アルマは多分エンジン配線したんかな？配線か。して、リンさんが出てくるのすれ違って、僕、コミサボ2の中に入ってるんで、で、その後プラス扉閉めも下ってるから、ん？アルマ視点でリンさんはキケルできないよね。できなくはないけど、してたら絶対ニーズが発見してると思う。でしょ？だから、リンアルマを弾けるから、実視点はネロちゃんが対抗位置。まあ、でも、弁当ってなるとコックピットだよね。そうですね。無理じゃない？行けます？行けるか。コックピットに到着した瞬間ぐらいだと思うけどね、影丸って。コックピットに行ってたとしても。そうですね、時間的に。それこそドアが閉められたんだったら。
うん、なんか聞いてると伊豆さんっぽく聞こえちゃうけどな。うーん、まあ、俺を釣るんやったらネロちゃんまで釣ってほしいかな。俺視点でリンさんとアルマさん弾いてるから、ね、どっちにしろ関わってそう。あ、演出、演出ですグハレインボーキルペを上げるしかなかった。だよね。いやー、ネロちゃんまたドキドキしたな。びっくりした。めっちゃドキドキした。アイスネロちゃんマットか。終わったと思った。2個踏んだ上で押してます、うん、目の前でゲンさんが弾いた。でもコミュニティさんの私がボタン押したろうと思ったらネロちゃん来て終わったと思ったら下の上踏みつぶし始めて、うん、え激アツ激アツ。アルマがカメラ見てる隣に俺死んでたよ。え、嘘。あ、うん、ここで切った、ここで切った。全然気づかなかった。で、その死体も俺踏み潰してる。ずっと見てたよな、そこ。ちょっとお手洗い行ってみます。はい。はい。じゃあ、まあ、小休止ですかね。はい。うん。はい。あれも行ってこよう。